今日はもう一つ指令がありまして、さっき打ち合わせした時に不思議なクラブを渡されたと思います。はい、どう聞きましたか？飛ぶクラブ。おうおう、めっちゃ高反発で、うん、女性向け、うんうん、スロースピード40以下、ほうほう、じゃないとダメ。うん、そのクラブの名は、名は、名前まだないね。ない、まだワークス社のまだクラブ、使用、あの試験的な感じです。なるほど。まだ製品化されてない、試験クラブですね。はい、ワークス社の、はい、普通の高反発クラブよりも、うん、サイクス、なるほど。じゃあでも普通のラウンドでは使っていいから、そのよし、ラウンドは大丈夫、打ってみよう、打ってみよう。なんかどこに打っても当たると飛ぶとか言ったよね。へぇ、このシャフトが S と SR、 あれ R と R と SR、 結構シャフトハードだね。そう、へぇ、行ってみよう。長さが45と46、長さも短めなんだ。そう、女子向けなんですね、完全に。では高反発で普段より飛ぶのだろうか、やってみよう、なんか難しい。嫌だったら左バンカー方向、ね、いやっぱりただゆっこ高反発だから、あのバンカー越えていこう、右の、ね、あの右バンカーまで何ヤードだろう。あれはね、180飛べば越えると思う。しかも打ち下ろしあるから、もうちょっとなくても越えるかな。じゃあちょっと打ってみます。どう構えた感じ、素振りした感じは、なんか若干フェースが開いてんのかな。うん、なんかちょっとドローが打ちやすい気がするように見えます。はい、おお、どうですか。ノーって言ってる。めっちゃ飛んでない？超えたんじゃない？いや、違う、めっちゃ、あの目標のスマシマのポール方向に、うん、一直線何今の、今の面白かったからもう一回やってゆこう。ちょっとなんか動揺してるんですけど、一発目素振りに参加やっただけで目標方向に一直線。面白いです。え、もう帰るの？うん、やんない。面白い。え、どう？完璧じゃない？ガツン、打感は違う？違う、多分前から撮られてた私の顔すごかったと思う。軽いし、お、めっちゃ軽いし、なんだろう、どうどう、頭がでっかいから打ち打ちそう。お、頭でっかち、頭でっかち。構えづらくはない、うん、すごい安定してる感じがします。よし、行ってみよう。しましま目がけて、はい、なんかいいかも。おお、いいんじゃない。超えるよ、超えるよ。スライスしてるけど、あ、惜しい。どこどこどこ。バンカー入っちゃった。入っちゃった。でもめっちゃいいコースなりの。もう一回打ちたいね。いいよいいよ、どうぞ。おー、今良かったんじゃない。行ったかも。今良かったよ。え、ちょっと待って待って待って、どこどこ。でもさっきより飛んでるかな。ちょっと風かな、風だな、これは。打感はどうですか。打感はすごい、音もいい。おー、感じ、おー、いい、軽いのかな、ちょっと軽い、うん、もう一個の方がいいかもしれないね、もしかしたら。コリンちゃん、あ、そうだね、もう一個の。びっくりしちゃった。初めて打ったのに、なんか、うん、な言葉が詰まる。なんか、あの、言葉いいよ、うまく喋ろうとしなくても、なんかもう、ゆっこの思いのままでいいよ。言うと、なんかもう、えっみたいな。え、でもなんか初速が違ったね。違う、なんか、風にも負けなそうな感じがした。確かに、うん、強い。当たり薄くてさ、擦ったのにめっちゃ飛んでるもん。うん、おー、なるほどね、うん。ミスをすごい減らしてくれそうな感じ。ね、全然右にそこまで曲がってない。うん、全然。次、高反発ドライバーの SR。ちょっとシャフト長めの硬めですね。あ、ごめんな。あっち方
うん、でもね、あれね、後ろから見た時のポールの位置だから、ゆっこはフェアウェイギリギリわかる？わかる。あそこ。うん。おお、でも全然いいよ。言った方向に行った。スライスでしたね。ちょっとスライスだね。でも飛んでる。飛んでる？当たりはいい。打感はいい。ガツ。なんかスライスとかスライスだけど、うん、なんかガツって言って、うん、そんなに曲がんないいい精度っぽい感じだった。うん、はい、ありがとうございます。これ右ドッグなんでちょうどよかった。うん、アゲインストの風にも負けないフェードが私は出たよ。出よ。よかった。うん。しかも若干左から右のちょっと風も吹いてる感じがする。軽くない？おーっしゃー、ナイス。二人とも同じ球だね。いいよ、超パ、うん、いい、ね、いい、飛んでるっぽい、アゲンストだけど、うん、負けてないかな、負けてない、うんうん、お、ドロップしたなんか、何2人とも SR の感想はどうですか？結構強めのアゲインストだったんですけど、うんうん、アゲインストプラスちょっとあのフェードっぽくなっちゃったんですけど、うん、でもいつもより確実に飛んでた。めっちゃ飛んでない？あれ？今日の高反発クラブはどうでしたか？高反発クラブはなんか風にも負けないし、もしなんかフォローで打ったらなんかすごいすごいとんでもないく飛ぶんじゃないかって思いました、うんうん、なんかこすっても、うん、曲がるまでめっちゃ飛ぶみたいな。確かにこすっても飛ぶし、うん、なんか曲がり幅少ないし、うん、なんかちょっとスライスが怖い人でもなんか思いっきり振れそう。ツーオンできるね。ね、ミドル。じゃあ、うん、打ち心地は良かった。良かった、打ち心地良かったし、良かったです。ガツンっていう感じで。YouTube のこれ小さい。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。ここです。